はいどうも、こんにちはクレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで、今回は、先日から来ているこちら、Sランク限界突破コーチ付きスカウトについての動画を撮っていきたいと思います。先日4月の12日の金曜日からこのガチャが登場しているので、おそらく2日遅れぐらいに動画がなっているかなというふうには思うんですけれども、このガチャグランドオープンから始めたよって人にとっては初めてね、このガチャ来たっていう感じになっていると思うんですけれども、11月から2月中旬ぐらいまで全くね来なくなった時もあったんですけれども、基本的には月1ペースで出ているガチャになっております。で、まあ、このガチャですね、無課金でも回すべきかどうなのかっていうところをかなり迷う方が多いと思うんですけれども、まあ、結論から言うと、個人的にこれに関してはできる限り回すべきガチャだと思ってます。基本的にガチャを回すかどうかの選択をするときに、S ランクが確定かどうかっていうところを結構重視すると思うんですけれども、もちろんそれも当然大事なんですけれども、まあ、S ランクに関してはね、まあ、イベントの累計だったりとか、あとはね、キャンペーンとかでログインボーナスとか無料ガチャでもらえたりするパターンもあるので、まあ、その辺でも S を集めることはできると。まあ、もちろん S でね、固められればそれでいいやっていう方にとっては、別にそれでもいいのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、単純にさらにねチームとしての強さもっともっと上に行きたいっていうところになってくると、限界突破がねやっぱりこのゲームは重要になってきますよというところになってくると、まあ、このねSランク限界突破コーチというところをできる限りね多く集めたいというところで、250エナジーこのガチャに関しては出す価値があるガチャかなというふうに思っております。で、まあ、月にもよるんですけど、だいたい月ごと1000エナジーぐらいは無課金でも獲得できるっていうところは、まあ、いろんなところで言われてるデータではあるので、まあ、このガチャをね毎月回しても、普段ね無駄遣いしっかりしなければ、大きい更新のガチャ、エキサイティングとかセレクションとかアニバーサリーとか、その辺のガチャに関してはこのガチャを回していっても回せるはずなので、まあ、いろんな面から見てこのガチャに関しては GO でいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、当然ね美課金以上課金少しでもできるという方に関してはもうこのガチャ絶対に回すべきなので、このガチャに関してはできる限り毎回回していただければというふうに思います。ということでございまして、当然ながら僕もこの無課金アカウントの方でも回していくんですが、無課金アカウントとメイン、ダブル引きをね、今回一気にこの動画の中でやっていこうかなと思います。まずはちょっとメインアカウントの方から行きましょうかね。はい、まずはメインアカウントなんですけれども、まあ、とりあえずこっちは DNA でいいかな。A ランクの選択はすごい迷うところであるんですけど、まあ、もし仮に最後 S ランクが来た時に純正のことを考えていくと、やっぱり DNA まだね、3選手、かなり主力級の選手取れてないので、まあ、ここが来てくれたら嬉しいなということで、自チーム DNA でこのまま行きたいと思います。じゃあこっちはスパッと行きましょう。さあ10連目お願いします。さあまずはメインアカウントお願いします。さあ、まあこのガチャはね S ランクが出なくても当然ながら S ランク限界突破コーチがもらえるというだけでもめちゃくちゃありがたいガチャではございますが、出せるなら出したい。いやー来ないか。はい、まあ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 こっちはいいんですよ。こっちはまあまあラフに引けるところはあるんですけど、問題はねこの後でございます。さあA ランクも1枚のみか。はい、ということでメインアカウントは伊能選手の A ランク、ありがとうございます。ちなみにメインアカウントの方でお話をしますと、ここですね、はい、最強決定戦セリーグ限定パリーグ限定とコスト420というところで3種類の最強決定戦が開催されますよということで出たんですけど、まあ、これに関しては今現状僕はセリーグオーダー、セリーグ限定リーグの方で行こうかなと思ってます。まあ、この辺かなりいろんな方がいると思うので、まあ、ぜひこの最強決定戦どのリーグでエントリーするかなんかもコメント欄で教えていただければ嬉しいです。まあ、ちょっとまだね育成中なんですけども、今現状の極みセリーグのオーダーはまあこんな感じに、プラスアルファ最近引き当てられた糸井選手とか、あとは桑原選手あたりかな、あとは DNA の純正をやっていきながら外選手、山崎選手、あと今永選手あたりも引ければ、まあ、もうちょっとオーダーの方変わってくるかなっていう感じですね。まあちょっとまだね過去シリーズの選手が多いので、まあこの辺は今後またガチャ等々で引き当ててオーダーの方入れ替えていきたいと思います。まだちょっと全然変わりそうな感じですね。まあ、あとは TS もありますしね、うん、まあその辺はまた今後考えていきたいと思います。はい、ということで続きまして無課金アカウントの方なんですけれども、ただいまログイン日数の方が15日経過しております。でですね、今プレイヤーレベルも47というところまで来たんですけども、まあ、最近の報告で言いますと調子くんオンステージですかね、はい、ここに関しては最終的に累計全部は終わらせなかったんですけど507人というところで S ランクの補助券まではね終わらせました。ちょっとエナジー割ったんですけど、まあ、ステージ報酬の方とかでもねエナジーのバックが結構あったので、まあ、この辺に関してはマイナスになることはなく終われましたと。むしろその Vロードの部分ですね、はい、ここの初回勝利報酬がねかなりやっぱり大きくて、今現状星6を回っているんですけど、もう星6もね今現状3周目かなに突入してますので、まあ、星1から星6までね初回勝利報酬全部取り終えたっていう感じなので、まあ、逆にこっからはねエナジーの溜まり方ペース遅くなっていくかなっていう感じではあるんですけど、一応ねまた証明の方出しておきますと、はい、こんな感じでございます。多分この間は4月の9日分までが出てたと思うんですけど、その後ね調子コモンステージとかの全部の報酬、あとは V ロードの報酬受け取って421エナジー
増えたって感じですね。まあそんなところでございましたと。でこの間契約書のね開封を確か一気にやったと思うんですけど、まあその中でいろいろとオーダーの方が入れ替わりまして、まあ育成もねかなり進んで、最初に引き当てた A ランク等々が結構レベルマックスになってきましたと。まだね S ランクの育成が終わってないというところではやっぱり育成の辛さ改めてね、再認識しているんですけれども、まあ今現状はこんな感じになってますと。かなり多分前回より投手陣の強化が進んでいるのがわかると思います。前回ねかなり B ランクが確かいっぱい入ってたと思うんですけど、もうすべて A ランク以上で埋めることができましたと。あとはファーストとショートかな、ファーストとショートに関しては早く埋めたいかなっていう感じです。まあ一応 A ランクでね無理やりやることもできるんですけど、こうやっちゃうとさすがにスピリッツが下がっちゃうという感じなので、まあ特にショートに関してはね S ランク早く引き当てたいかなっていう感じですね。まあファーストに関してはちょっとどうしようもないかな、今まだ A ランクも S ランクも出てない状況なんで、まあこの辺はしょうがないかなっていう感じです。はい、まあそんなところであるんですけども、ちょっと無課金アカウントの方は契約書をねちょっと引いちゃおうかなと思います。メインアカウントの方はね結構まとめて引くことも多いんですけど、こっちに関してはねできる限りね選手早く当てて早く育成を始めないとちょっとなかなか厳しいというところなので、今回まずじゃあゴールド契約書と A ランク10チーム契約書 S ランク 10% っていう4枚引いていこうかなと思います。じゃあまずゴールドからいきます。ちょっと2枚しかないんでサクッといきましょう。いやここで S 出たら熱いけどな。おおー、まあでも A でもありがたい。おー、セーブ戸上選手ありがとうございます。戸上選手結構前リアタイで使ってる方多い印象でしたが、今はどうなのかな。あでもまあスライダーカットも一応あるっちゃあるのかということで、まあまあ今現状ねリアタイ要因本当に少ない中ではありがたいのかなっていう感じですかね。 OK、 まあ先発中継ぎ S っていうのもありがたいかな。 OK です、ありがとうございます。でちょっと今回限界突破コーチガチャの方も合わせてなんですけども、自チームソフトバンクで行こうと思ってます。今現状ソフトバンクの A ランクはかなりいいラインナップが整っていて、まあセンターの追加がねかなり大きかったところであるんで、かなり他球団もねいろんなところ行きたいところはあるんですけど、まあやっぱり柳田選手の A ランク欲しいなっていうところと、まあ、あと他にもねかなりいい選手たくさんいますので、まあその辺集めておけたらいいのかなっていう感じですね。まあ巨人丸選手とかもね熱いっちゃ熱いんですけど、まあ巨人の A ランクもかなり集まっているところであるので、まあ今現状だったらね多少ちょっとばらけてくれた方がありがたいかなっていう感じではあるので、まあまあとりあえずソフトバンクで今回回していきたいと思います。じゃあまずは A ランク自チーム契約書いきます。ここはギータが欲しい。よいしょ、おー、まあいいでしょう。武田翔太選手、ありがとうございます。オッケーオッケー。まあまあ、これオッケーでございます。ありがとうございます。このまま育成しましょう。さあ、ということで S ランク 10% 契約書いきたいと思います。これで引けたら熱いな。これで 10% まず最初に引けたら熱い。お願いします。ログインボーナス。ログインボーナスの 10% で S 出たら本当に熱い。さあさあさあ。無課金アカウントの奇跡を起こしたい。いやー、来ないかー。おー、DNA 桑原選手ありがとうございます。これはまだメインアカウントの方でも引き当てられてないんですけども、まあ、嬉しいところは引けたかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということでございまして、いろいろやってきたんですが、最後にこの S ランク限界突破工事付き10連スカウトの方を引いて今回の動画終わろうかなと思います。まあメインのアカウントの方はさらっと引いちゃったんですけど、こっちに関してはねたかが10連とはいえかなり重要なガチャにはなりますので、いきましょう。 S ランク限界突破工事付き10連スカウトお願いします。 A ランクでもいいから複数来てくれ、頼む。いきましょう、お願いします。さあ、このガチャに関してはスタートダッシュスカウトぶりのガチャなんで、すごい久々ですね。さあ確定演出来たー、マジか、来たありがてー、来た、熱い来た、めっちゃ嬉しい。さあどこで来るか、最後まで耐えればソフトバンクの参加確定です。ただ全然ソフトバンクじゃなくても OK。ここが、おー、日ハム渡辺選手、ありがとうございます。まあでも今現状セカンドの S ランク誰も持っていない現状で、平沢選手をちょっと無理やり使っていたところなんで、まあこれは嬉しいかな。 OK です、ありがとうございます。 OKOKOK、 もう一枚はさすがに無理かな。はい、ということで最後はソフトバンク中村晃選手でございました。いやーでもこのガチャで S ランク出たのはめちゃくちゃ激アツですね。はい、日ハム渡辺選手ありがとうございます。早速育成の方もねここは開始していきたいと思います。はい、というわけでございまして、今回は2赤行ったり来たりという感じで、まあちょっといろいろね慌ただしい感じになったかなと思うんですけど、まあこんな感じの動画構成も新鮮で面白いかなっていうふうには思うんで、まあ個人的にはね無課金アカウントと始めてこのプロスペースより楽しめてやれております。なので、まあ引き続きこの無課金アカウントの方もガシガシ頑張ってやっていきたいと思っているんですけれども、ぜひともですねこの無課金アカウント、そしてメインアカウントともに今後もプロスペースの動画楽しみで、ガンガンプロスペースの動画やってほしいと思っていただける方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローとよろしくお願いいたします。まあ今回ね3区限界突破工事付きスカウト、僕と同じように
に回した方も多いと思うので、まあ、ぜひですね皆さんの結果もコメント欄にてお待ちしております。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。